飛行機の中にカナブンが入ってしまっても、カナブンがこの飛行機動いた時こう、こう動くから、このカナブンはカナブンの独自のこの飛行速度で行くから、こう、こう、こう、と、ならないよ。わかりました。ごちそうさまです、私が。ごちそうさまです。アーティスタントは、ネギ様でーす。言ったことわかった。飛行機の中にカナブンが入ったとして、うん、カナブンは独自の飛行でどこにも接してないじゃん。接してない。飛行機がビューンって飛んだら、飛行機はもう本当にめちゃめちゃ速いから、カナブンだけ取り残されてこうブーってなるのかと思いきや、確かにカナブンはその飛行機の中の空間の中で普通に飛ぶことになってるね。わかる？あ、なんでだろう。そういえばそうですよね。うん、そうですよね。不思議。なんかこれ、なんかね、俺この間それ理科の先生にね、聞いたんだけど、なんか相対性理論がありましてね、とか言われてね、相対性理論っていう言葉が来ちゃったら、もう俺の中でもう分かんないな。カナブンの話してるんですけど、みたいなね。でもその理論をね、うん、コメントにくれると思う。うん、ね。あ、でも、いまいち僕もよく分かってないからね。うん、ということで。みんなも分かってないと思う。よし、ということで、呼んじゃおう。クラゲーン！はーい！はい、ということで、今日は一体何をやるのかな？はい、今回はですね、うん、以前ね、ジャスカーの無影刀っていうのをやったかと思うんですが、怖いやつだ、怖いやつ。そう、ホラーゲーム、うん、好評でして、うん、新作の怖いゲームが、うん、なんで怖いのしか作んないの出てきまして、怖いの楽しいの作ればいいのに。なんでね、怖いの、怖いの嫌だよね。嫌だね、うん、でも、見るのは面白いんだよね。本当に、うん、じゃあでも、今日はじゃあ本当にリアルに、うん、驚かない。もう本当に別にゲームをこうなんか面白おかしく紹介するみたいな感じで、もう驚かない手できます。じゃあなぎちゃんも驚かない。うん、はい。ね、驚かない。驚かない。はい。鉄のハート。はい、新作です。はい。その名もプレイルーム。プレイルーム。うん。おお、うん。怖くないね、なんかプレイルーム。なんかね、タイトルはね。うん、楽しそう、ね。いろんな遊びがありそう。ね。うん。考えたらデビューゲームの方がいいんじゃない？ああ、怖そう。怖そう、怖そう。デビル。あ、もうなんかデビル追っかけてきそう。怖い、怖い、みたいな。今回楽しいと思いますね。はい。はい、じゃあ早速画面いきましょう。画面こちらです。ドン。音怖い。そうだ。絶対驚かないでくださいね。うん、はい。はい、行きましょう。よし。おお。音教師、うん、今日は野外彫刻のスケッチです。うん、1時間後に描いた絵を持ってきて、持ってここに集合ね。うん、はい、うん、じゃあ、ねぎささんの演技を、はい、友人で。じゃあ私友人役、はい、うん、ねえ知ってる？いや、怖いな。感情ねえのかそいつ。うん、あそこにある西尾美術館って幽霊が出るらしいよ。おめえ幽霊だろ。おめえ幽霊だろ、バカ野郎。ゆうゆう、うん、お、西尾美術館、うん、なんか昔絵を展示してある様子を描いた絵があったらしいんだけど、うん、その中に描かれている子供が勝手に動いたんだって、うんうん、テープ逆回ししてるわけじゃないですけどね。喋ってますから。喋ってます。うん、で、そういう噂のせいで、うん、今は誰も美術館に来ないらしいよ。うん、なんだって？やめてよ。まあ、トイレ行きたくなっちゃったじゃん。トイレなら、今日は西尾美術館のを使わせてもらいなさい。あ、やばい。ああ、これ美術館、外じゃねえ。美術館入っちゃうんだな。入っちゃうやつだ。怖いんだけど。昔の話だから今は大丈夫だって。行ってきなよ。こいつが悪の権化なんじゃないよ。友達、うん、入るんだね。お、こんにちは。なんだこれ、もう白黒でちょっと色が分かんないの、怖いね。誰もいないのかな。トイレはどこだろう。おお、おお、え、動かしてない。あそこかな。あ、近いじゃん。いや、音。今の歩いた音なのかな。あ、ここは倉庫か、倉庫。あ、通りしなかった。あれ、何かしら、蜘蛛の巣がかかった絵？これ、
私が、あ、こう倉庫ね。倉庫。待って、なんかある、なんかある。美術館ですから。あ、でもちょっと。そうか、石膏の手か。ちょっと見てみますか。うん、彫刻よね。うん。錆びついて開かない。錆び取り剤みたいなのもあるのかね。アイテム、もらえるのかな。お、畑木。お、これ武器。武器じゃないで。これで倒す。彫刻。大きい声出しただけ。たまたま、たまたまね。これ蜘蛛の巣、これ畑でパタパタするんじゃない？あ、なんか持ってるな。あ、画材か。使う。おお。ほら。さっきの子じゃない、これ。ああ。え？早くも。早くね。え、待って、タイ、ん？タイムスリップなのか、時空がね、変わったのか。どっか、人が貼り付けにされている絵。あ、ほんとだ。うん。あ、お、まとまれる。わあ、うわー、黒い絵の具で塗りつぶされている。まだ乾いてない。何が書いてあったのかな、これ。え、まだ乾いてないんだって、なんか。誰が塗ったんだろう。おー、もうないか。これ使ってもしょうがない。スケッチブックどうにも使えない、うん、はい、これは、うわー、え、こわっ、こわっ、ちょっと、こわっ、どうした、多分友人、ちょっと待って、上から見て、これ誰、誰、あ、これ誰、あ、何、あ、ほら、さっきいたとこだよ、ほら、あ、本当だ、こっち来ちゃったよ、こっち、絵の中に入っちゃったってこと？あ、あ、戻れなくなっちゃったこれ。何してんねん、おい。お、消えた。あ、なんか残ってる。一体何なのだよね。どうしよう。出られなくなっちゃった。絵の世界に入っちゃったってこと？アイアムベリーロンに、あ、なんか行きますよ。やべえ、この子供英語できる。これだ。あ、あった。ここだと。とても寂しい、誰も僕と遊んでくれない、絵の向こうには人がいっぱい、うん、一緒に遊んでくれる人探そう、見つけたらここへ連れてきてずっと遊べるように、そう、この絵を隠すんだ、うん、そう、この絵があったらまた一人になっちゃう、見つからないようにバラバラにして隠しちゃえ、うん、ずっと一緒に遊ぶんだ、この絵を見つけていくということですね、うん、うん、多分、でもね、ちょっと待って、これ縦に読むと、こだそい、みずか、そま、みかず、関係ないみたいな。深読みしちゃったね。さあ、倉庫の絵がなくなっちゃったんだね。これを探さなきゃ。え、ちょっと待って、今なんかあった、今なんかあったよ。あれ、え、え、どんどん、犬の絵。角のやつ全然。ここはどこ？絵を点々と移っていくのかね。ああ、絵から絵に渡り歩いちゃうんだ。これああ、また絵の具で。潰されてるやつってどうやったらいいんだろう。開かない。お、近くね。そうか、なんか骨みたいなものが見える。犬じゃないこれ。え、まさか。これ隣の歯切れを拾いました。うわ！すごい。人？人？でもこれ、そうでしょ？絵の中の世界だからね。なんかさっきどんどんどんって、うわあ！ちょっと怖っ。ハイテク。ハイテク。はい。すごい。持ってるね。持ってるね。持ってるし、ちゃんとフェイスタイム使ってるところがないかも。うん何よ、画家の手記。おさよの息子のが病気のために4歳の若さでこの世を去った。悲しみで胸が張り裂けそうだ。今からでも息子のために何かしてあげたい。そうだ、あの子供のため、あの子のために絵を描こうね。そこはちっとも売れない私の絵を好きだと言ってくれた。天国でも楽しく遊べるようにという祈りを込めて、プレイルームというタイトルにしよう。プレイルーム、子供の遊び方。
そういうこと。そういう意味があったのね。さあ、どんどん見ていきましょう。あ、マガタマ。お、このマガタマでヒントが見れるんですね。そうだね。じゃあ集めた方がいいんだ。なんでこれピックアップできたの？これろうそくに火をつけないといけないの？マッチとかないしな。あ、待って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 、左なんかいるよ。犬がおる。寝てる。起きた。あびっくりした。おめえ、目でかいね。怖くね？おめえ。なんだろうこの犬。怖くね？犬、怖い、ね、怖い。ちょっと。なんだろう。ほら、変わる。本当だ。パープル、イエロー、ブラック、グリー、グレー。あ、色が多い。あ、ランダムには、ランダムでは無理だ。え、ヒントなくない？色合わせたマット。どこかに。どんどんつくの？ちょっと待って。めっちゃ叩いてるんだけど。あ、でも鍵がかかってるんだ。色のヒントなんかなくない？白黒だしな。犬怖いわ。犬。これは。あ、でも入っちゃうと。またこれ戻れる。じゃあ、行ってもいい？じゃあ、戻れるらしいから、うん、謎を。謎解きに。色。三色のやつね。三色。あー、なんか垂れてる。倉庫の屋根探さなきゃ。そうだね。絵をこれ、移り変わり。なんで垂れてる。なんか人形いるし。ゲットできないこれ。ゲットできない。いや、ゲットしてどうするんですか。連れていくの？やだよ。あ、貼り付けの絵もなんか垂れてる。これ入れないですかね。入れんのかな、うん、なんかヒントある？あ、入った、うん、入るんだね。キリストじゃないのこれ。キリスト3人いますよ。あ、そういうこと？え、でも色は？あいつなんなんだよ。お前のためにやってんだよ。あいつなんなんだよ。頭にくるな。あいつ頭にくるな。絶対次も驚かないだ。あいつなんだよ。あいつ驚かしてやりたいな。お、あ、書いた。なんだこれ、なんだ、全然わかんないぞこれ。ちょっと十字架っぽい。十字架って言ったら後ろありますからね。これ見たら戻っちゃう。あ、なんかある。油の入ったピン。油？スケーシャリスト。あ、うわ、なんか振り向いたね。いない。誰？怖い。これ誰でも驚くのかな。でも本当にパッて出てきた。本当に。え？驚くよね。誰でも驚く。なぎちゃんホラー弱いんだね。実はあんまり得意では。さっきの。もうトイレ行けないかも。組み合わせてみる？うん、ああ、こういうことね。染み込ませた布だ。おたけびが。こっちを右に行ったこの赤いとこってできるんですか？左下にちょっと赤いんですよ。お、あ、あった。うん、すごい。いや、なんか怖くて赤いから。鍵がある。鍵探さないとダメなんだね。なるほど。あの、おたけびは随時流れるんだね。
もうじゃあ行こう。行きますか。次、いろんな部屋行って。全然絵が見つからない。これ拭くよ。拭きます。うん。あ、拭けた。目。ふわ。あ、でも結構綺麗な。入ろうか、ね、女性の方で。入ろうか、一回入ろう。行きますか。あーあすごいですね。許さねえぞ。こんな驚かせて許さねえぞ。綺麗。今回激コワですね。怖いこれ。ねえ、ちょっと。うわあ。あれ私女子高生だったのね。知らなかった。そうだよ女子高生。ああ。ね、平野ノラちゃんこれ全然似てないよねかわいそうですもっと綺麗、うん、パズルみたい、うんうんうん、パズルはできないのかな元の模様がわからないパパパパ後ろ後ろって言ったの志村後ろ あでも綺麗ノラちゃんにしか見えないな、うん、なんかこの感じはすごい綺麗ですねこっちみんな あれさっき1回しかないんだティーカップ少し休憩しようやばくないこれ何これなんだろうセーブかなセーブ、うん、何いいよ休憩しようかなって言ってるから休憩しようって言って飲んだらやばくない大丈夫あれ、はい、はいにしました今、うん、おー特にだね。ああ！キュンってできたら誰もびっくりする。ね。急にはダメよ。これも出るよって事前に言わないですからね、こういうのは。言ってもって。お菓子と水が置いてある。すごいアフターヌーンティー。お、どうする？ああ、これ絶対やばいやつだって。え、これ食べる順とかあるんじゃない？あーおーちょっと待って紅茶冷めて染みついた手がダメだちょっとこれはここは開かないこんな部屋でしたうんなんか食べちゃったら後戻りできなさそうその前にヒントとかがあればねそうですね全部の絵を、うん、これで見たのか手がかりが分かんないもんね犬見たね犬見た服見たもんね貼り付けの見た女の人の見たうわぁ首なくなってるこれあれこいつ食ったんじゃないこいつがそんなことこれは白いあここにはめ込むのかそうかそうそうそうだそうこの絵がなくなってるってことはじゃあ全部見たのかな全部見たえ、じゃあ何？GM コインから嬉しいお知らせ。新機能実装。iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場ゲームの課金は GM コインで GM コイン